ポイントで作る袋文字、白抜き文字をご紹介いたします。以前ご紹介した時と基本は同じですけど、今回は3層構造の袋文字を作ります。一番上の文字です。2番目は白にしています。一番下の文字は輪郭を太くしています。こちらが以前ご紹介した2層構造の袋文字です。こちらの作り方も復習を兼ねて最後にご説明いたします。まずテキストボックスに文字を入力して書式設定しておきましょう。行間倍数 1.2、 フォント UD デジタル教科書体 NKB、 フォントサイズ72ポイント115ポイント、文字の塗りつぶし緑、文字の輪郭緑、このように設定しています。ではこちらをもとに一番下の文字から作ります。右クリックで図形の書式設定を選択しましょう。文字のオプションを選択して文字の輪郭の幅を40ポイントにします。次にこちらの文字をコピーして2層目の文字を作ります。文字の塗りつぶし白、文字の輪郭白、幅を20ポイントにしましょう。こちらの白文字をコピーして3層目の文字を作ります。文字の塗りつぶし緑、文字の輪郭線なしにしましょう。3層の袋文字はこれで完成です。復習としまして2層の袋文字の作り方もご説明いたします。まずこちらの文字をコピーします。下の文字を選択して文字の輪郭の幅を20ポイントにしましょう。上の文字の塗りつぶしを白にして線なしにしましょう。今回は袋文字、白抜き文字の作り方をご紹介いたしました。